の人、いつも実はここに、有名な人が話している言葉をちょっと持ってきてるんですけど、今日はヘンリー・デイビッド・トローさんって言って、結構ね、昔の方なんですけどね。誠に、の方がですね、誠に素晴らしい本は、内容以上のことを教えてくれる。その本を置き、仕入れた知恵を試したくなる。読むことで行動せずにはいられなくなるのだ。今回映画もそうですけど、本当に素晴らしい本、本当に素晴らしい映画っていうのは、その内容、そのストーリー以上のことを教えてくれるんだ。読んだ後に本を置いて、すぐその学んだこと、仕入れた知恵を試したくなる。何かこう得て、それをやってみたいって思うんだ。もう読んだことによって行動せずにはいられない。もうしたくてしたくて仕方ない。例えば今回ね、家族愛についての映画を見ました。すごく感謝の気持ちっていう言葉を学、あ、ことを学んだ。もう母にありがとうの気持ちを伝えたくて仕方ないとかね。なんかそのように、やっぱり感銘を受けて自分が行動したい。今日もう一つは和菓子のね、映画を見たって、映画、おは、あの、うんと、ドラマかな、映画かな、を見たことがあると教えてくださいました。で、和菓子を中心に展開するストーリーなんですけど、もうそれを読んでから、日本の文化を知りたくて知りたくて仕方ないとかね、なんかそういうふうに、こう何か本を読んだり、映画を見たり、情報を得たことによって、自分はもう何かしたくて仕方がないっていうのが、本当に素晴らしい本なんだよっていうような感じですね。代弁すると。はい。私は一度、自分の人生の中で大きな決断をしないといけないときにですね、読んでいた本が、決断力っていう本だったんですけど、全然仕事の話ではないんですが、山登りを、すごい登山をメインとしている方がいらっしゃって、登山っていうのはただ山に登っているだけではなくて、命を懸けているんですね。足を滑らせるともう死んでしまいますのでね。で、また一人で登山をしている人ではなく、グループで登山をする場合は、リーダーの判断によって他のグループの命がかかっているんですね。ただの山だったらいいんですけど、氷の山だとか、高い山、酸素が薄い山とかいろいろありますよね。そういう時にどういうふうに判断をしてどういう決断をするかみたいな内容が書かれていて。それを読んだ時にやっぱり自分の人生を、次はどうしようって決める時に、どれだけ情報収集が必要かっていうのは学んだんですね。それからすごく調べたり、徹底的にこう、何かを決める時は、かなり情報を集めて判断するっていう癖をつけるようにしましたね。そういうふうに何かこう自分にとって印象的な本であったり映画だったりあって、まさになんか行動しちゃった、せずにはいられないみたいな本や映画とこれからもたくさん出会ってもらえたらいいなと思います。